ほら、ネプチューン、なんで人のケーキを食べるのよ。自分のがあるでしょ。だって、そっちのも美味しそうだったんだもん。たくさんあるんだし、一つくらいいいじゃん。よくないわよ。せっかくユニが私のために作ってくれたのに。そっちがその気なら、代わりにそのケーキもらうわよ。ダメだよ。これはネプギアが作ってくれた私用のケーキなんだから、絶対あげないよ。先に人のケーキ取ったのはあなたの方でしょ。落ち着いてお姉ちゃん、私が作ったケーキはまだあるからね。ダメだよお姉ちゃん、人のものを食べちゃったりしたら。これはモンブラン。私たちが作ったの。お姉ちゃんに名前が似てるから。変な形になっちゃったけど、味は自信あるんだよ。あ、ありがとう、2人とも。微笑ましい光景ですわね。あげないわよ。そんなはしたない真似はいたしませんわ。それにしてもこういう席だと妹がいないのが余計寂しく感じますわね。あの、ベールさん、このティラミスはベールさんのために作ったんです。よかったら食べてもらえませんか。私のために。ありがとう、とても嬉しいですわ。あ、それも美味しそう。ベール、一口ちょうだい。お断りですわ。これは私のために作られたケーキ、他の方には食べる権利はございませんの。そんな、ベールのケーキ。お姉ちゃんたち喜んでくれてたね。あんたのアイディアのおかげね。そんなこと。私たちも楽しかったわ。いっつもケーキ作ってもらうばっかりだったし、たまには作ってあげるのもいいかもね、ロムちゃん。うん、またやりたい。今度はアイエフさんたちやイースンさんたちも呼んで大勢でやってみよっか。そうね、それまでに新しいケーキの作り方マスターしておかないと。こんにちは。少しお時間よろしいかしら。あ、ベール、どうしたの、何か用事。ちょっとネプギアにお願いしたいことがありまして。お姉ちゃんじゃなくて私にですか。ええ、実はね、私の代わりにこのイベントに出ていただけないかと思いまして。どれ、なになに。第5回4女神オンラインファン感謝祭コスプレイベント。コスプレって。参加者には記念品として限定アイテムのダウンロードコードがもらえますの。ということでよろしく頼みますわね。ちょ待ってください。私コスプレなんてしたことないし、それにこういうのって露出の多い服着たりするんですよね。その点は問題ありませんわ、残念ながらね。私たちが囚われている間にゲーム業界青少年健全育成条例なるものが制定されてしまいましたから、露出の多いコスプレなんかも規制の対象になってしまいましたの。はあ、条例がなければやっぱり恥ずかしい格好だったのかな。まあ、そんな条例なんて来年には女神権限で廃止に追い込んでみせますわ。あ、いや、問題はそこじゃなくて、なんで私なんですか。お姉ちゃんだっているし、ベールさんが自分で出ればいいじゃないですか。それが、その日の午後は
女神同士の重要な会議が入っておりまして、それがなければ自分で参加するつもりでしたのに。なんだ、ベールのことだからてっきり年齢制限で参加できないんだと思ったよ。ネプテューヌ、少し二人きりでゆっくりとお話をしましょうか。ではネプギア、そういうことですから頼みましたわね。衣装は私の方で用意しておきますから。ではネプテューヌ、あなたはこちらへ。え、なになに、痛いよベール、そんな思いっきり掴まなくても。 あれベール、目が怖いよ。それに何？その凍りついたみたいな笑顔。うふふ、なんでしょうね。さあ、この部屋にお入りになって。え、やだ、嫌な予感しかしない。助けて！大丈夫かな、お姉ちゃん。それにしても、コスプレか。今さら断れないよね。皆さん、今日はよくお集まりくださいました。なんであんたたちまでいるの？無理やり誘われたのよ。私たちはお家で遊んでたかったのに。断れなかった。声かけてたんだ、ベールさん。はいはい、おしゃべりしている時間はありませんわ。早速衣装をお配りしますから。まずネプギアにはこちらを。あ、かわいいかも。これならそんなに恥ずかしくないかな。喜んでいただけたようで何よりですわ。ユニはこちらの衣装でお願いね。あなたのような小悪魔系はそれくらいがちょうどいいのよ。いや、でもこれは。はい、お二人にはこちら。白い方がロムちゃんで、黒いのはラムちゃんね。わー、いいじゃない、お揃いだね、ロムちゃん。お揃い。さて、私はそろそろ会議に行かなくては。それでは皆さん、頑張ってくださいね。本当にこの衣装なの？待ってってば。ねえねえユニちゃん、私の格好どうかな？似合ってるんじゃないの？ありがとう、ユニちゃんもとっても素敵だよ。褒められても嬉しくないのよ。うう、恥ずかしい。そっちだけで話してないで、私たちも見なさいよ。似合う？あ、ごめん、二人ともすごく可愛らしいよ。当然よ、私たちが来たら何だって可愛く見えるんだから。嬉しい。え、もしかして私たち写真撮られてる？向こうに看板が出てたよ。この場所は撮影フリーだって。冗談でしょ、写真なんて。さっさと移動しましょ。いいじゃない、写真くらい。ちょっと、ちゃんと可愛く撮ってよね。うい、ポーズ決めてんじゃないわよ。ネプギア、あんたからも言ってやって。みんなと一緒の写真か。後で分けてもらえないかな。く、あんたまで。とにかく私はごめんだから。どこ行くのよ。じっとしてないと変な写真になっちゃうでしょ。一緒に写ろう。ほらほらユニちゃん、笑顔笑顔。いやー、離して。思ったより楽しかったね。ベールさんに誘われた時はどうなるかと思ったけど、
しいわね。私は全然楽しくなかったわよ。こういうイベントなら来年も出てもいいかな。またみんなで一緒に来ようね。いや、絶対に嫌。メール、まだ？はいはい、お待ちになって。この時間ならきっとアップされてるはず。あ、ありましたわ。これが妹たちのコスプレ写真ね。わー、すごい、ネプギア可愛い。いかがかしら。これならあなたたちも妹を貸し出した甲斐があるというものでしょ。悪くない。上がってる枚数はユニが一番多いみたいね。それは衣装が際どいから。二人合わせればうちの方が多い。ネプギアはちょっと表情が硬いかな。真面目だから写真慣れしてないんだよね。あ、そうだ、これってダウンロードできないの？当然できますわよ。じゃあお願い、帰ってイーソンと一緒に見るんだ。私もミナも喜ぶと思う。ケイに見せたらきっと泣くわね、あの子。私たち全員に収穫のあったイベントになりましたわね。早くも来年が楽しみですわ。